パーソナルトレーナーになるなら JOT スポーツトレーナー学院。どうもお疲れ様です。今日も頑張ってますね。はい、ただちょっとすいません、今回もなんかちょっと変えましょうか。はい、すいません、ちょっと2つ質問しますね。2つのちょっと選択肢です。今どこ鍛えてます？脇腹、あ、二の腕ですか？トライセプスですかね。はい、じゃあちょっとやりましょうか。はい、じゃあもう一回ケーブルですね。バーを握っていただいて、はい、脇腹に肘をロックでやっていますが、そう、このね、戻す動作なんですよね。重りに負けて体が浮上してますよね。なので、ストップ。はい、脇をしっかり締めた状態で肘直角ですね。はい、そこから息吐きながら、はい、下へ肘を伸ばす。で、上半身そのままです。肘だけが曲がる。そう。で、伸ばす。これを繰り返します。要は、曲げる、肘がね、曲がるときに、上半身も一緒についていってしまうと、はい、運動としてのね、視点が微妙にブレてしまいますので、はい、そうそうそう。どうです？二の腕。はい、もちろんね、肘は伸ばしきる。で、まずは安定のために、肘直角まででいいです。そこまで戻しましょう。慣れてきたらね、もっと曲げてもらってもいいので。そう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 。ラスト1回。ふぅ。肘を曲げていくだけ。OK! ゆっくりとケーブル戻しましょう。OK です。はい。エクササイズで大体がテコの原理なので、はい。しっかりね、視点を定めましょうってことですよね。ちゃんと聞いてます？はい。よろしくお願いしますね。はい。すいません。今日もお邪魔しました。頑張ってね。ここに通ったことによって、今こうしてトレーナーとして活躍できる自分があります。今の自分の人生、このままでいいのかなと思っている方、自分のやりたいことにかけて行動してみましょう。まずは、無料個別相談へ。